こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。お届けをするお仏壇の梱包作業が終わりました。仏壇の中の置き香欄といって置いてあるだけの飾りの香欄や中の猫戸という横の引き戸の開き戸の部分の扉など傾けると転がってしまうようなものはすべて出しまして別に包装しました。そして扉等には薄葉紙という白い柔らかい紙を当てて閉じまして、で柔らかい毛布でくるみます。その上から今見えている上下2つに分かれている仏壇専用の梱包材料できれいに梱包しまして、バンドで全部で4本、前後2本左右2本、全部で4本ギュッと締めて、これで梱包が完成です。それではこれからお客様のところにお届けに上がります。ありがとうございます。